こんにちは、サウンドジュリアです。今日はですね、ウエスタンエレクトリックの古いケーブルに、こちらですけどマルチコンタクトプラグのハンダ付けを頼まれましたので、作りました。5メーターのものが、4セットプラマイで4セットです。で、今、スーパーレッドモニターに、そちらを接続いたしまして、CD プレイヤーは TRV の CD6SE、 こちらからこちらのジェフローランドのコンセントラに、アナログで入力いたしまして、プリメインで増幅ということで、単のイスパレットモニターを鳴らします。でウエスタンのケーブルなんで、味わいとか深みがあるんですけれど、すごく細いので、これで大丈夫かみたいな感じになるんですが、私のものではないんですけど、一度完成したので、視聴ということで音出しをします。音源は、こちらですね、こちらの、1曲目を、かけてみて、途中ドラムとかベースのソロがありますので早回しで送って、そちらを聞いてみたいと思います。じゃあかけます。
2ゲージの5メーターっていうことで、つないである感じが、まあ、仮でつないでありますので、こんなちょっと見えるかどうか、4K で撮ってますので映ってると思うんですけど、こんな感じです。私の手持ちの16ゲージの線だとこんな感じ。こちらがお客様の22ゲージなんですが、まあ、太さの違いもありますし、こちらは、スズメッキ、絹巻き、綿巻きですね。こちらは、ブラックエナミルの絹巻き、綿巻きみたいな感じになってるんですけど、やっぱりちょっと太い、線形が太い方が厚みがあって、ブラックエナミルの方がちょっとあのコクがある感じがします。よくスピーカーケーブルで胴体の太いものとか細いものが混合されていて、太い方で低域を再生して、細い方で高域が流れるみたいな感じの、説明が書いてあるのがよくあるんですが、こんな細い線でも十分ウッドベースやドラムは再生できますので、何なのかなっていうふうに思っちゃいました。まだまだ、緊急事態宣言名古屋の方続いておりますけど、こんなことをして、毎日過ごしております。今日は以上です。